昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。家にはシロという犬がいて、二人は大変可愛がっていました。ある日のことです。畑でシロが吠えました。ここ掘れワンワン。おや、ここかね。よしよし、掘ってやろう。おじいさんが掘ると、なんと土の中から金色の大判小判がザクザクと出てきたのです。それを聞いた隣の家の欲張りじいさんは羨ましくてたまりません。わしにもシロを貸してくれと、無理やりシロを畑に引っ張っていきました。だけど欲張りじいさんが掘っても出てくるのはゴミやガラクタばかりです。この役立たずの犬めと怒って、クワで殴ったからたまりません。シロは死んでしまいました。おじいさんとおばあさんは泣きながら畑にお墓を作り、棒を立てました。次の朝、畑へ行ってびっくり、棒が一晩のうちに大きな木になっていたのです。この木は白の形見かのと、おじいさんはその木を切って臼を作り、ぺったんぺったんと餅をつきました。すると不思議、餅の中から金や銀、宝物がどっさりと出てきました。それを聞いた隣の家の欲張りじいさん、わしにも臼を貸してくれと言うと、早速ぺったんぺったんと餅をつきました。けれども出てくるのは石ころばかり。怒った欲張りじいさんは臼を叩き割り、燃やしてしまいました。臼は灰になりました。臼を焼かれてしまい悲しんだおじいさんは、大事な白の形見だからと、その灰をざるに入れて持ち帰りました。帰り道のことです。風に灰が舞い上がり、枯れ木にふわりとかかりました。するとどうでしょう、枯れ木にパーッと満開の花が咲いたのです。おお、なんと。おじいさんは驚くやら嬉しいやら、灰をまいて次々と美しい花を咲かせました。そこへお城の殿様の行列が通りかかりました。ほう、これは見事見事、日本一の花咲かじいさんじゃと、殿様も大喜び。おじいさんにたくさんの褒美をあげました。それを見ていた欲張りじいさんは、急いで残りの灰をかき集めてくると、えいと、いっぺんに巻きました。すると花が咲くどころか、灰が殿様の目の中に入ってしまったから大変です。ブレモノめと、殿様の家来に散々怒られたということです。昔あるところに大酒飲みの男がおりました。毎日ただ酒を飲むことはできないものか。考えているうちに、男は天狗の隠れ蓑のことを思い出しました。あれさえあれば思いっきり酒が飲めるだろう。そこで男は竹筒を持って天狗が来るという丘の上に行きました。そしてその竹筒を覗きながら、いやー、これはとてもいい眺めだ。大阪や京都がよく見えるぞと大きな声で言いました。すると近くで天狗の声がしました。本当にそんなに遠くまで見ることができるのかい。そんなら私にものぞかせておくれ。ダメダメ、これは千里鏡という大切な宝物だからね。だったら私の隠れ蓑と交換しよう。その途端、隠れ蓑で姿を隠していた天狗が蓑を手にして現れました。男はしめしめと思いながら、竹筒と隠れ蓑を交換しました。天狗は早速竹筒を覗き込んでみましたが、真っ暗で何も見えません。その隙に男は隠れ蓑を着て、さっさと逃げてしまいました。それから男はお店に行って、誰にも姿を見られずにたらふく酒を飲むことができました。翌朝、また酒を飲もうと男がタンスの中を探すと、しまっておいた隠れ蓑がどこにもありません。タンスに入れておいた蓑を知らないか。男はかみさんに尋ねました。あの蓑ならかまどで燃やしてしまいましたよ。なんだって。男が慌ててかまどを覗くと、隠れ蓑はすっかり灰になっていました。でもその灰を触ると、触った手が見えなくなります。そこで男は体中に灰を塗ってお店に行きました。男が酒を飲もうとすると、目玉が酒を飲もうとしている、化け物だ。びっくりした客が茶碗の水を目玉にかけました。すると灰が取れて裸の男が現れました。こいつが酒泥棒だな、捕まえろ。許せ、ごめんなさい。
男は裸のまま逃げていったそうです。